はい、始まった人生初富士山登山。じゃあ残るスタッフさんたち、じゃあね。うわ綺麗、なんかいい景色じゃん。うわすげえ綺麗。うわマジか、待ってやばい上。来た、こわ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 、これが富士山。すごいよこれ、なんかヤバそうな山肌見えてきた。うわうわマジで、ずっと登ってくのこれ。やばいね、見えてる分。うわっ、吸う時は必ず鼻から吸ってください。はい、絶対に。そうワンチーム、ワンチームプロセス。やでも教えてもらった方が良かったよね。合わせなかったら俺普通に多分ガンガン登ってガンガン登って、ね、なにこれやばい。いや急に本気出してくるじゃん。ガチかよこの後大変ですね。キャパオーバーだよ。無理だ無理だ。ちょっといやこれやばいな。GoPro があと 5% になってますね。ちょっとわか、でもまあ楽しいですね。でもあと1号ですもんね、言うて。ただ結構こんなにしんどいんだなって思いました、山登りって。ちょっと元気になったなって思う元気やよ。下が見えるからさ。うわこれ不安やばいね。入ったね。マジで一瞬で下が見えられちゃったよ。ホワイトアウト。うわすげえ、これ雲、雲の中だよね。ね、入ったね。下が見えなくなりました。2692。やば。地上に向けて精一杯動機を送ります。はい、行きます。小さいだろ今までの中でよし、よろしくお願いします。さあ、ここから岩場の始まりです。なにこれ、やばすぎだろ。道間違えてますよ。ここはい、行っとこう。行きましょうか。あ怖いよ。これパナイ、気をつけて。いや、すいません。したら終わりだわ、これ。いつも大事じゃない、これ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。やばいよ。えぐいえぐい。怖いよ。え、こういうのがいっぱい出てくる、これからもしかして。よいしょ。あのね、ダメよ。これはハードだわ。うわぁ、景色はいいな。気をつけて。はい。うわ、美味しいうどん。あ、でも、一つしかじゃあ、それでコーラ1本ください。絶対うめえかんな、こんなとこで飲むコーラ。いいね。あー美味しい、うまい。よかった。いいね。けん玉売ってんの、何があるんですか、これ。去年、上手な人がいて、置いてってくれました。お前が一発で、真ん中の剣先に入れたら、コーラおごってやるよ。マジ。ああ。それもやるわ。よし、でかい。じゃあ2本目を。2本目。記念品もらっていいですか。もちろんです。何ですかそれ。金剛杖の短い版。ミニスティックって呼んでます。何色にします。え、じゃあ青で。え、じゃあ俺ここにつけよう。嬉しいこれ。すげえ。ありがとうございます。すいません。なんかちょっとこうアスレチックっぽい感じで楽しいかもしれないね。うん、これさ、ストック危ないか逆に。これがもっと短くするか。うわやべえ。なんだこれ。やばい無理だ。長いな。いや。すごいよ。確かに。ああ。疲れた。おい。挽回うわぁぁ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 頑張る頑張るよ富士山の呼吸
三の方、三三三。バンザイ。こんにちは。阿波さん、はい、あとどんぐらいですか？1時間半はかかるね。1時間半ぐらいですか？意外とすぐですね。ポジティブ。あ、ここら辺ツルツルするわ。ちょっとツルツル、ツルツルとなかった。よいしょ。あいや。あいや。よいしょ。すごいね、この椅子。何の温泉やばない。なあ。いやこれやばいな。あ、なかったら全然大丈夫ですよ。本当に何もらおうとしたの？塩分のあの飴のやつ。あ、マジっすか？いやいやいや、買わしてください。買わしてください。600円ぐらいですか？でカップルだ。高すぎるだろ。だとしたら、あ、そうです。じゃ水とか買いね。あ、じゃ水もらっていいですか？すいません、ありがとうございます。あ、そんなこと言えません。5人いるから。申し訳ない。マジですか？申し訳ないです。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。優しい。今どこ？これか。今が2800なんです。皆さんが泊まるのは白雲荘ってとこなんで、標高が3200m です。もうえぐいぞこれ。なのでまだ 400m 上がらない。やばいやばい。行こう行こう。行こう行こう。早く行かないと明日の朝がしんどくなるだけだから。休めないのね。予定だともうだってついてる。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。でもね、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。すみません、いただきます。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。うわ、これ景色やばいね。マジで。手袋したがるよ。もっとなんか。うい。うわ。ありがとうございます。ありがとうございます。はいはい、はい、これさ、険しすぎない？うわー、怖っ。登山口すごい。マジでエアフォースで来なくてよかった。マジでエアフォースなんですよ。やばすぎだろこれ。引っ掛けももはやない。岩をペタッと、ペタンと足をつくと大丈夫。俺のペースで行くわ。俺のペースで。よいしょ。これやばいわ。これ結構落ちたらシャレになんないべ。うわぁ、風邪ちゃう。やばいって。危ねえ。風がやばいよこれ。やばいわ。過酷。富士山ってこんな過酷なの？いや晴れてるこんなんじゃないんじゃない。いや今の崖やばすぎたんだけど。なんかでもなんかちょっとアトラクションみたいで面白かった。マジかよ。マジ。でもあそこにいたんだよさっきまで。って考えたらすげえ登ってきた感じあるよ。やばいね。来た道が結構勇気になるね。確かになるね。せーの、ワンチーム、ワンチーム、プロセス、プロセス、オッケー。オッケーです。並んだんな。え、なにこれ。もう死ぬ時のイメージしかつかないんだけど。
はい。今ね、ちょうど7と8の間ですね。8の直前なんだけど、ちょっと渋滞してる。ツアーの方々とか、私たちも。人が来なくなってるね。平坦スポットだよ。ここね。こういう状態で、まあ、そんなのもきついんだけど。人との距離を空けて。あ、見えてきた。上に。次も8号だ。これがあれが8号。あー！どうした？道選び。何でした？佐久間。はい。大丈夫か？危なかった。あ、本当？え、あの8号目？の一つ目。あの噂の八号目ですか。かの有名な。八号目来た。どれ。お前らが集まるとこは八号目の中心ですもんね。そう。八号目から近めにちょっと行く。ああ、ここも平坦。天気はどんどん悪くなってるよ。でも8号まで来てるから行けるこれ彼超前だな。このポテンシャルあと3つ超えたらいけるから、うん、ちょっと覚えてプロセス覚えてプロセス。いやいや、でもまあプロセスは出たしない。8号目どうしたくはい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 。何も映んなくなってきた。じゃあ行きましょう。ラストスパート。自然が帰ると言っています。危ねえよ。自然が我らを拒んでおります。1号目めっちゃ下にいるよ。まだ蓬莱か蓬莱か。いきなりこれはビギナーズ向けのお天気じゃない。お待たせしました。おかえり。よし行こう。いいよ。あとはちょうやばいね。
見えました。よっしゃー、ちょっとよっしゃー、いっちゃい、止まんな止まんな、いや、やっとだよ、来ました、来たね、長い長い、よろしくお願いします。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。ありました。いやー、ここまででも結構しんどかった。こんな背中引っ張られて、確かにちょっと気持ちいいわ、今リュック下ろして気持ちよさを感じてるわ。いやー、靴投げるようにしておいてください。やばいわ、なんかちょっとすげー泣きそうかも。あー、いや、お疲れ様でした。頑張りましたね。最高の匂いがする。あ、です。はい、すいません。失礼いたします。うまっ。うまっ。うまいなんてもんじゃないよ、これは。イエーイ。山小屋生活3日目です。ついに食べ物も何もなくなりました。僕たちは私に生きて帰れるでしょうか。全部嘘です。